はい、こんにちは。高校数学 TV です。今日はね、三角関数と式の値やっていきましょう。どういう問題かっていうと、あの問題にあるようにね、サインシータたすコサインシータがこういう3分の2の時にサインシータとコサインシータかけた時の値はどうなるのとか、じゃあタンジェントシータたすタンジェントシータ分の1の値はどうなるとか、サイン3乗たすコサイン3乗の値はどうなるとか、そういうのを、やっていくんですね。で、この問題ってすごいよく出るんです。なんでね、しっかり考え方をマスターしておきましょう。で、一番のポイントはこれなんですね。もうこの考えに慣れておくことです。どうやんのって思うんじゃなくて、こうするとサインシータたすコサインシータの値が与えられているときに、サインかけるコサインの値を求める、そんなどうやんねんっていうこの考えに慣れておくんですね。じゃあどうやるかっていうと、2乗を考えてください。2乗を考えるとなんとかなります。ちょっと具体的にもう先に見ておきましょう。ね、問題ではサインシータたすコサインシータが3分の2やと。その時にサインとコサインかけた値どうなんのと。で、さっき言ったように、この2乗を考えるんです。サインシータたすコサインシータが3分の2やから、この両辺を2乗したらどうなるか。ね、こっち2乗したら当然これの2乗やと。で、3分の2の2乗やから9分の4になりますよね。で、こっからがポイントです。これを展開する。ね、A たす B の2乗の公式で展開すると、この公式で展開すると、じゃあどうなりますかと。A2 乗たす 2AB たす B2 乗ですよね。A2 乗たす 2AB たす B2 乗。並び方変えると、A2 乗たす B2 乗たす 2AB になるじゃんと。ね。で、ここなんです。これ。これなんぼなりますか？サイン2乗たすコサイン2乗は1ですよね。だから残った文字が2サインコサインだけになるんです。これが2乗たす2乗で1になるから、残るのが2サインコサインだけになると。じゃああとは計算していく。1たす2サインシータコサインシータが9分の4、移行したら2サインコサインはマイナス9分の5やと。で、2で割ったらサインコサインはマイナス18分の5とわかるっていうような流れなんですね。 OK でしょうかね。こういう風にして、サインシータ出すコサインシータの値が分かっているとき、とこからサインコサインの値を求めようと思ったら、2乗すると。そうするとうまくいくんですね。じゃあ、2番みたいなタンジェント出すタンジェント分の1はどうすんねんと。ね。何ができるかなって考えましょう。何ができるかなと。何ができるかなって考えたら、できること一つしかあらへんと。ね。ヒントで与えられてるのはサイン、コサインとか、サインかけるコサインとかサイン足すコサインの値が分かってんのに、タンジェントの値が分かってると。このままじゃ無理やな。じゃあどうするっていうと、タンジェントはコサイン分のサイン。この公式を思い出すんですね。これを使えばなんとかなるんじゃないかと。というのも、タンジェントがコサイン分のサインにする。で、タンジェントシータ分の1はその逆数なんで、サイン分のコサインになりますよね。で、分数の計算は通分。だから分母をサインコサインに統一すると。そしたら、サインコサインにしたら、こっちにはサインシータをかけてあげなあかんから、ここはサイン2乗シータになる。こっちにはコサインシータをかけてあげなあかんから、コサイン2乗シータになる。そしたら、サインシータコサインシータ分の2乗足す2乗になるんですね。で、なるほどと。また出たなと。2乗足す2乗は1ですよね。やから、サインシータコサインシータ分の1になる。で、サインシータコサインシータっていうのはさっき求めた通り、マイナス18分の5やから、マイナス18分の5分の1になるんですね。あとはこっからは、まあ、いろんなやり方あるけど、一番シンプルなのはこうすることですかね。分母にも分子にも18かけたら、マイナス5分の18になると。っていう流れですね。OK でしょうか。これで、こういうタンジェント、足すタンジェント分の1とかも出ます。で、次3番。サイン3乗足すコサイン3乗シータはと。ここちょっとね、見てほしいことがあって。数学、特にセンター試験とかでよく出る式変形っていうのがあるんです。それがこの3乗を使ったやつ。ね。A3 乗足す B3 乗とか A3 乗引く B3 乗の値を求めよう。っていう時によくこの式変形を使うんですね。式変形は2つ覚えておいてください。上の方は因数分解です。上の方は因数分解です。下の方は式の値を求める時によく使う変形です。ね、どっちも見ときましょう。まず因数分解の方、 A3 乗足す B3 乗の因数分解は、因数分解で掛け算だけの形で表すことですね、はこういう風になります。 A 足す B 括弧 A2 乗引く AB 足す B2 乗、
A 三乗引く B 三乗は A 引く B、括弧 A 二乗足す AB 足す B 二乗と。これややこしいんですね。ややこしく見えるかもしれへんけど、これはね、もう本来、三乗の因数分解のところでやるべきなんですけど、ちょっともう一回再確認しておきます。三乗足す三乗の因数分解は、並び順を覚えるんですね。A、B、A 二乗、A、B、B 二乗。こういうふうに並び順を覚えると。そしてここがプラスやったら、同じくプラスなんです。で、こっちはひっくり返ってマイナスになる。最後は絶対プラスです。マイナスの方でも見ときましょう。ね。並び順を覚える。AB、A2 乗、AB、B2 乗。並び順を覚える。符号はここがそのまま来る。で、次はひっくり返る。最後は絶対プラス。こういう風になるんですね。だから因数分解はこの2つの風になりますと。ただ、この因数分解でも式の値は出るんやけれども、こういう式の値を求めるときは、この下の方がよりシンプルに求められることができるんですね。A 三乗足す B 三乗は、まず括弧して A 足す B の三乗してくれと。でもそれやと展開したら分かるように、A 三乗足す 3A 二乗 B 足す 3AB 二乗足す B 三乗と、これ展開したらね、この二つ、間の二つが、これが邪魔、余計なんですね。三乗足す三乗を求めるためには。これがいらんと。だから引いてあげようやと。マイナス 3AB 括弧 A 足す B なんですね。っていう風になります。でもこれもこうやったら求めることできるけど、みんなもう丸暗記してる、丸暗記というかね、何回もやってるうちに覚えるっていう感じです。A 足す B の3乗引く 3AB 括弧 A 足す B。反対の方は同じですね。A 3乗引く B 3乗、A 引く B の3乗、足す 3AB 括弧 A 引く B。っていう風になります。この、よく出る式変形を押さえておくと、戻りましょう。3番もなるほどと思うんですね。サイン3乗足すコサイン3乗。言うたら A3 乗足す B3 乗の形ですね。因数分解でもいいんやけど、式変形の時はこっちの方が早いです。なんで、これに当てはめると。サイン足すコサインの3乗引く3サインコサインのサイン足すコサインと。これはもう全部値で出てるんですね。サイン足すコサインは3分の2やと。サインコサインは1で出したマイナス18分の5。ここはサイン足すコサインなので出てると。なんですね。あとは計算していくだけです。OK でしょうか。はい、では次、括弧に行きましょう。括弧には逆に、サインとコサインかけた値が分かってますよと。その時に、サインシータ足すコサインシータの値を考えましょうと。これどうやるかっていうと、やっぱ似てるんです。ね。ここにも紹介してるけど、サインコサインの値から、サインシータコサインシータの、サインシータ足すコサインシータの値を求めるにはどうするかっていうと、まず、二乗の値を求めて、それを平方根したらいいじゃないかと。っていうことなんですね。どういうことかっていうと、例えば A の値を求めるときに、ね、もし A の二乗の値が分かってたらどうですかと。A の二乗がもし9のとき、A はどうなりますか ?A はプラス3かマイナス3ですよね。だから A の値を求めたかったら、その二乗の値が分かっててもいいわけなんです。それと一緒なんですね。サインシータ出すコサインシータの値を出したいと。じゃあさっき二乗の値考えてまおうやと。で、その二乗の値が分かった。例えば A 二乗が9って分かったら、実際求めた A はその平方のプラマイ3やんって分かるやん。という流れなんですね。だから、ここ、サインシータ出すコサインシータの値を考えようと思ったら、まずその二乗の値を求めますよと。っていう流れです。で、なんで二乗するかっていうとさっきと一緒ですね。ここに、イコール1になってくれると。こいつが。1たす2、サイン、コサインになるんですね。まあ、サイン、コサインは3分の1って分かってるから、計算したら3分の5やと。じゃあ、2乗が3分の5より。これもし分かりにくければ、ラージ A って見てください。ラージ A の2乗が3分の5やったら、ラージ A はどうなりますかと。プラマイの3分の ルート5ですね。なんで、あ、ルート3分の5か。なんで、分母を有理化したら、プラマイ3分のルート15になる。という流れです。OK ですか。やっぱり2乗なんですね。あとはこれに慣れていくだけです。次2番、サイン3乗引くコサイン3乗シータかと。なるほど、また3乗引く3乗かと。ということは3乗の公式を思い出さなあかんなと。因数分解でもいいんやけど、式の値を求めるときはやっぱりこっちの方が早いなっていうことで、こっちの公式を使います。で、サイン、コサインに直すと、サインシータ引くコサインシータの3乗足す3サインコサインのサイン引くコサインになるなと。対応してますよね。で、ここで、おほんなんもう楽ちんやなと思いきや、はってなるんですね。は、サイン引くコサインの値なんて分かってないぞと、どうしようと。
僕たちは今サインたすコサインの値は分かってるね。でもサインかけるコサインも分かってる。でもサイン引くコサインの値なんて分かってないですよね。じゃあどうするかっていうと、このサイン引くコサインの値を別で求めなあかんのですね。だから別で求めようと、考え方は一緒ですね。サイン引くコサインの2乗をまず考える。2乗を考えて値出してからルートしたらいいやん、平方根にしたらいいやん、ということでサイン引くコサインの2乗を考える。もう手順は一緒ですね。足すの時と一緒です。で計算したらプラマイの3分のルート3になるなというのが分かる。でプラマイの3分のルート3っていうことは、サイン引くコサインが3分のルート3の時もあれば、プラスの時もあれば、マイナスの時もあるよと。これ両方調べときましょうかいなってなって、あとは代入していくだけですね。ほんならプラス3分のルート3の時計算したら9分の4ルート3になる。マイナス3分のルート3の時計算したらマイナス9分の4ルート3になる。あ、ほんならもうまとめて答え、プラマイでまとめて変えとこうかっていうことで、3乗引く3乗はプラマイ9分の4ルート3になるという流れですね。OK でしょうか。いろいろやりましたけど、結局ここで大切なことは、サインシータたすコサインシータの値からサインコサインを求めるときでも、サインコサインからね、逆にサインコサインからサインシータたすコサインシータの値を求めるときでも、2乗をするというね。この、カッコ1の丸1、カッコ2の丸1、この考え、めちゃくちゃ大事です。よく出ます。ね。で、さらに、それを踏まえてこういう3乗の式変形に絡めてくるね問題もほんまによく出るんで、この3乗の式変形も一緒に確認しておきましょう。あとは自分でノーヒントでできるようにね、類題を見つけて練習しておきましょう。